どうも、シャツシのケンでございます。マッサージセラピストさんのための解剖学と生理学のね、お勉強をこうやっていきたいと思っております。人体っていうのは美しいんだな、自分の体自身が、もう勉強のね教科書みたいなものなので、まあ、我々マッサージセラピストにとってはやっぱりね筋肉骨の関係はすごく大事です。まず最初に覚えなきゃいけない筋肉、扁平骨はですね、こちらの肋骨、こちら肋骨ね、左右で12対ありますけども、こちらの手首のここ、いろんな骨の要素をこう取り入れた骨になります。7、12、5っていうふうに覚えてもらえればずっと並んでおります。やっぱ我々マッサージセラピストっていうのはなかなかこのね解剖学こう勉強がねできてない部分っていうのが、まあ、あるのかなと思って。